思い出のガンプラキットレ優秀。青木優生 SPT レイズナー。100分の1スケール、ベーブル。誰か説明してくれよー。青木優生 SPT レイズナーとは、1985年から全38話が放送された、日本サンライズ製作、高橋洋介監督によるロボットアニメなのでおます。機動戦士ゼータガンダムと同時期の放送でして、視聴率ではゼータガンダムを上回るほどの人気アニメだったのよん。その、通り。ところがギッチョン、スポンサーの一社が発売した製品で事故が発生。この事故が元でスポンサーを降板しちまったんでさ。バンダイさんのプラモデルも売り上げが芳しくなかったことから、協議の末、急遽、打ち切られることになったのですよ。あいたたたー。すでに、設定の公開が済んでいたレイズナーマーク2は幻と化し、話がぶっ飛んだ最終回はファンの間で伝説と化したのですよ。参ったね。その空白を埋めるべくして、オリジナルビデオアニメが作られたものの、打ち切りされたアニメとして、後世の方々からは、人気がなかったから打ち切りになったのだと、よもすえな勘違いをされちまったのですよ。やめてよね。そうなんですよ、川崎さん。ちょっと待ってください、山本さん。プラモの売り上げは伸びずとも、視聴率が良かったってことは、ゼータガンダムよりも数多くの人に見てもらえたってことでさ。すなわち、そのファン層は幅広く、ガンダムの一人勝ち状態になった現在でもね。確かに、そう、確かに、多くのファンが今でも存在しているのだよ。わかれ。そんなん、知るかーい。ベーブルは、エイジが、レイズナーやバルディと共に宇宙船に積んできた特殊型の SPT でして、エイジの相棒的な存在である、デビッド・ラザフォードが乗り込む機体だったのでございやす。デビッドは、もともと、コズミックカルチャークラブの生徒でして、のこのこ火星にやってきたらね、グラドスの戦闘に巻き込まれるわ、仲間は信じまうわでパニクりまくったもんちっち。なんやかんやで、全部てめえのせいだとばかりにエイジに喧嘩をふっかけたのですよ。なんとか言えよー。ごめんなさいとか悪かったとか、土下座して謝るとかしろよ。お前、殺されたいのか？エイジに殴る蹴るの暴行を繰り返し、殴るだけ殴ったら、コロッとエイジの親友になっちまったのでしたとさ。こいつは、拳と拳で語り合ったら、すぐさま立ち講になっちまうという。まさに、昭和の少年漫画の王道パティーン。何それ怖い。ついには、エイジの相棒とも言うべきポジションにまで上り詰めたのですよ。さすがやね。第2部でエイジと再会した際には、ヒロインのアンナを差し置いて、真っ先にエイジに抱きついたりしたもんで、視聴者をドン引きさせたものよのう。まさに、ツンデレな男だったのよん。何それキモい。ベーブルの機体特性としては、姉妹機のバルディが、レイズナーの軽量タイプとして、運動性と支援能力の強化に重点を置いているのに対し、過酷な環境下での作戦行動を行うため、重装甲、高出力の SPT として開発された機体だったのですよ。あないねー。そうだ、その通り。武装は、速射型レーザードライフルと、格闘専用のナックルショットと少なめ、パイロットの生存性や機体の耐久性を高めるために、キャノピーのガラス面を小さくし、装甲を強化しているのが特徴なのよそうなのよ。これにより、パイロットの視界が狭いという弱点があるものの、アニメ本編じゃ、そんな演出あらしねえんでもう満体。しかも、宇宙空間での小回りの利くバックパックと重装甲を活かし、格闘戦に優れているなんて言われてっけど、ベーブルが格闘戦をしているシーンなんて、そんなにあらしないのですよ。ほほいのほい。ですよねー。こいつあれよね。パイロットのデビットがエイジを殴るシーンが印象的だっただけに、乗る機体までそんなキャラだと思われちまったのにちげえねえのよあははのはん。嘘っぱちだー。もともとは、レイズナーの企画段階の設定だった。グレードスって作品の主役メカとしてデザインされたというメカニズム。レイズナーの企画当初は、ダグラムやボトムズのデザインラインを継承する形で、顔のないロボットとしてデザインされていたものの、主役機に顔がないんじゃ商売にならねえという、どこぞのスポンサー様の、ありがたーいご意見により、いわゆる、ガンダムズラのレイズナーのデザインが生まれたというよもすえな経緯があんだよね。そうなんでしょう？バンダイさん。すなわち、ベーブルは、SPT の原点と言っても過言じゃねえのだけどもね。何せ人気がねえもんで、今まで、あんまし顧みられることがなかったのですよ。参ったね。とは言ってもね、当時の大河原先生らしいデザインだからして、お蔵入りさせるには惜しい点で、レイズナーの支援機的な立ち位置で登場したあたり、機動戦士ガンダムのガンキャノンを彷彿させる機体だったのでござんすよ。はい。そうなのかー。アニメ本編では、エイジがレイズナーと共にグラドス軍から奪った機体として登場。第1部では、ロアンのバルディと共にエイジのレイズナーのサポートをするも、地球がグラドスに支配された際に、グラドス軍に回収されちまったのでやんす。第2部では、レジスタンスをおびき出す罠として使われ、コックピットにへばりついていたゴステロと争った挙句、なんやかんやで破壊されちまったのですよ。あいたたたー。キットの値段は300円。初回発売は1985年。動画で使用したキットは、1996年の再販版なのでございます。高橋良介監督が手掛けたロボットアニメのプラモはね、ダグラムやボトムズでは宝製だったものなのだけど、レイズナーのプラモはバンダイ製。その出来はといえば、とにもかくにも、ざっくりした出来なのですよ、こんちくしょう。やってくれたぜ、バンダイさん。だが、しかーし、今じゃどこのメーカーも出さないような、たった300円の小スケールのキットにね、大の大人が熱中していた時期が、確かに存在したのでござりまする。そうか、よかったね。レイズナーシリーズの100分の1スケールキットは、何気に、接着剤不要のスナップフィットモデルだったのだけど、精度がいまいちだったもんで、いわゆる、はめ込み式のキットとそんなに変わらなかったものなのよ。むしろ、接着して組む際、打棒加工するひと手間がいるもんで、ガイドピンに合わせて接着するだけの通常のキットの方が、モデラーには面倒がなかったわけなのさ。そうだ、その通り。レイズナーの関連商品は他にはあんましなかったもんで、レイズナーのファンはこぞってこのキットを買ったもんだよ、こんちくしょう。売りとしては、各部のパーツを組み替えて遊べるんで、他のキットのパーツと組み替えて遊べるのが好評だったよ、そうだった。バックパックを変更するのは当然の行為なのでして、何気に人気のあったベイブルのバックパックを、レイズナーやバルディのバックパックと組み替えるのは当然の行為なのだと言っとこう。信じる者は、バカを見るー。キットは、100分の1スケールでは破綻が少ないと評判だった両作キット。何せ頭部が丸いもんで、レイズナーみたく小さくなるなんてことはございやせん。もともと、大河原先生の設定ではどの機体も頭部が大きいんで、ベイブルはその点、秀逸なデザインだったのですよ。本当にね。まあね、どこのデザイナーさんでも、強そうなデザインには球体に近い形状を取り入れるのよね。単純な構造の方が丈夫なのは常識だからして、壊れにくそうだしいいことずくめ。欠点としては、面白みのないデザインになるのが難点のドアメベロリンチョ。その究極は、ジャイアントロボの大階級フォーグラーなのにちげえねえ。それはさておき、おもちゃを売るためにはね、カクカクしたデザイン、プラス、ガンダムズラにトリコロールという、お約束の仕様を遵守しなくちゃいけないのが、この業界の常識なのでありんすよ。なんだかなー。当時の模型店に飾られた作例とかでよくあったのは、頭部の開閉ギミックをオミットしてディテールを掘り直す工作や、キャノピーの形状の変更、頭部のサイドにある窓のクリアパーツか、各部のざっくりしたノズルの回収とかがありやした。まあ、好きなやつは大抵まとめ買いするもんで、キットごとにポイントを絞って回収しても、後でパーツを組み替えて遊べたりしたものなのでございます。なんせ300円だからね。これに割引が入ればさらにお安くなんのよ。ほほいのほい。それは結構なことですね。すぐみでどんどん組んじゃって、箱いっぱいくらいになるまで溜め込むのも良いけどね。モデラーのみんなのストックも、もう、少なくなってるんじゃないかいな。そろそろ。キットを再販してほしいと思ったりする今日この頃なのですよ。どうなんでしょう、バンダイさん。